岡本玄也は、江戸時代前期の医者。名は、創重、の地品と改める。幼い頃より医書を学んだが、慶長7年から真瀬原作の門下となり、慶長15年には、学党となって更新への教授を行うようになった。後に、原作から著書と共に奥義を唯一伝授され、警敵案の号を許された。また晩年の徳川家康に謁見している。玄奈四年。 方言に助任。元那九年、徳川秀忠、家光が上落した際に、これに仕え、家光に従って、江戸に下校した。寛永二年、家光の日光社さんに従った際、家光が喉を病んだことがあったが、薬を処方して併用させている。寛永四年からは各年で、江戸に出資し、寛永五年、秀忠の推薦で法院に授与され、 また、陰号を許されて、警敵院と称した。寛永十年、秀忠が病に侵された際、他の爺がサジを投げる中でこれを併用させた。寛永十三年、徳川和子に病があった際に上落した。この時、京都で朝鮮通信使の三子と交流があり、以後も文通を行っている。また、京都諸市代、板倉重宗とも親しかった。寛永十四年、 家光の病を併有させたため、翌年に山城国くの群、武蔵国に続き郡に宣国を与えられた。以後も江戸と京都を往復し、落中では天皇の診療をすることもあった。また江戸では日本橋北に屋敷を持ち、後の玄野店の語源となった。家徳はこの玄林が継承。著書に東華州、玄野廃材口会、玄野片公、通俗以外腰船、 召喚週型聞くなどがある。ありがとうございます。